元アルバルク東京の庄中武樹さんですね。いや一番象徴的なのは、うん、B リーグの開幕戦の時のスピーチ、はい、そのトーク力というかスピーチ力、うん、鳥肌が立ちましたよね、うん、あれを見てて、うん、引退した時の SNS、うんはい、他のチームの選手がメッセージ、ね、パンパン打ってるじゃないですか、ね、すごかったですよ、ね、すごかった。アルバルク東京の元キャプテンですけど、うん、いやいやいや、もう B リーグのキャプテンですよ、うんうん、なんですかね、もう生き様ね、生き様ですよね、はい、本当に。いや、私も中さんを見てアルバルクは強くなってったし、うんうん、試合に出てない時もあったじゃないですか、うんうんうんはい、だけどやっぱり練習の雰囲気作りだったり、はい、本当に庄中さんと菊池選手で、うん、強いな、このチームはって練習してたんですよね。